で、実は確率というのは、PA というのは A の確率という意味です。いいですね、A の確率です。で、今から出てくるのは、伏せつくの聞きたい。PBA とかやるでしょ。PBA って何か教えてよ。そっち、早稲田坂さん、大堀さん、これ知ってる ?PBA って。PA とか分かる。初めて。PA 分かるよ。A の確率。PBA って知ってる?あ、じゃあ、伏せつくん教えてよ。PBA って何?その PB が起こったときに、うん、PBA が起こるか。そうです。これはですね、何も書いてないときは実は1みたいなもんで 100% です。だからこれは何も書いてないから、まあよく確率の世界は U って書いてよくこんなのあるじゃん、全体があって P、A とか B とかなんでしょ。この全体が U っていうのが1だから、確率1だから、これ U が省略されてて全体の中で A が起きると言います。だけどこれは U は普通書いていません。で PBA というのは B が起きる時の A だから、これを母体として A が起きるということはこれだから、要するにこのオレン黒分のオレンジの確率を求めなさいと思います。で、まあ意味がもうこうなったらわからないけど、まあ一応これはこうなってるらしい。B が起きた時の、ここは A かつ B なので、A かつ B というふうに言います。で、いよいよ意味がわからなくなってくるんですけど、実はですね、今これをレンズと言います。じゃあレンズ以外は何かというと、こういうのが全体 U としたときに A と A でない、 B と B でない、これカルノーズと言います。ベンというのはベンズって、カルノはカルノーズ、カロリーを考えた人のカルノーですね。でこれとこれはどういうことかというと、 A かつ B のオレンジの部分はどこを指すかというと、ここを指しますね。そうでしょ、 A であり B である。これは A でなく B でなくだから、 A でなく B でないという、A でもない、B でもないというのは青になるんですね。そしたらここで言えばここになります。同じです。ただ、形が違うだけです。全てを表すことができます。で、このカルノーズを使って説明をします。で、意味が不明なのはこの話なんですが、今、実は、独立や従属って習いました。施設では。どんなのでした？教えてください。実はあれだな、今 PBA って俺言ったけど、 PBA と PA が等しい時だったでしょ。こういう時じゃなかった？どうなった？先生、はい、学校の課題としなさいだけで、うん、授業では、ああ、不説の悪い癖ね、課題だけ出される、分かる分かる、説の悪いくせね、やってこいで、みんな理解、次のまで全部してる。でも君たちは分かってない。じゃあ聞こう。実はね、じゃあ2人とも信用できないから聞きなさい。いい、 PBA と PA が等しいときは独立です。意味不明ですね。で、そしてこれがこうなったんです。PB、もうその今みんな大堀さんたちは意味不明だから、ちょっといいんだよ。別にいいんだよ。最後に俺答えるから。こうなります。そうだったよね。B が起きるときに A かつ B だ。そうすると P の A かつ B が、PA かけ PB になったら独立だって学校で習ったんじゃない？こうだったんじゃない？独立の時はこれがイコールになる時は独立だらけだったというのは学校ではいきなりこれできます。これになったら独立ですよね。はってなるよ。じゃあ赤になったら何ていうか従属と言います。で黒のイコールの時を独立と言います。さて意味が分かりません。その意味が分からないのを説明します。いいですか？じゃあここまでちょっとメモってください。これどうしてもスペースがありませんのでちょっとメモってください。じゃあ今 PAB にします。僕 PB にしましょう。同じですよ。 PAB と PB が等しい時は独立と言っていた。じゃあこれはどういう意味なの？A でない、 B、B でない、こうなります。で、A は何か？ A は
君たちの成績です。成績がいい悪いです。で、B は何か。 B はですね、天気です。天気がいい悪い。あ、もちろん、どうかな、天気の良し悪しで成績が変わる人もいるのかな。まあそういう、まあ、交通事故とかあった人はそういう可能性ありますね。だけど普通5体満足の体を持ったとしましょう。そうすると成績のいい悪い、天気のいい悪いっていうのはよく考えたら PAB はどこを指すかというと、青で書くと A が起きた時の B だからここになります。そうでしょ。 PAB というのは A が起きた時、 A が起きた時ですね、の時のここは A かつ B ですねになります。ということは図で書くとこれ分のこれという数字が確率になりますですね。じゃあ次に青で、赤で書くと、じゃあ PB とは何ですか。 PB とは多分これ分のこれでございます。あ、すみません、汚くなりましたね。あ、やっぱ失敗したな。ちゃんとケチらずに書けなかったですね。まあちょっとこっちに書きます、すみません、私失敗しました。こうなりますね。でしょ。これ何もないとき U みたいなの全体です。1です。全体分のポイントです。そしたらこれとこれの確率は同じでしょ。同じ、分かる。これ分、この四角分のこの斜線部とこの四角分のこの赤の斜線部って等しくない。ただ横にギルギルって伸びただけだけど割合一緒やでしょ。ってことは等しいんです。で、こういう時を独立と言います。いいですね。じゃあ従属の時はどういう時かです。君たちの成績がいい悪い、 B は母親の機嫌ですね。母の機嫌、機嫌がいい悪い、こうなりません。そうでしょ。いろいろ言われるでしょ。わかる。 A は成績です。成績がいいときは母親の機嫌はいいんでしょうかね。成績が悪いとき母親の機嫌は、あ、悪いは悪いですね。機嫌は、機嫌がいい悪いだから悪いのいっぱいですね。もうちょっとこうきますか。そうですよね。わかりますよ、言ってること。こうなりますよね。便、体の像。そしたらこれで PAB を決めます。じゃあ PAB とは何ぞや。この時は A、 君たちの成績がいい時の母親の機嫌がいいのは A かつ B、 ここですからこれ分のこれになります。まあかなりいいかなって感じ。 80% できますね、これで。いいですね、はい。じゃあ次に PB はどうなのか。すみません、黒に赤でいきましょう。全然わからん話からスタートしてますから大変ですよね。確かにね。そしたらこれこっち書きます。ちょっとこれ書き込んだら汚くなる。こうなりますね。でしょ。あ、 B はこう、こうなるでしょ。ところが明らかにこの割合はこうでしょ。でしょ。いいですか。で、その時にこの時にイコールじゃないから A と B は従属であると思います。まさに従属っていうのは分かるよね。お互いに関係がある、独立ではない、従属であると思います。で、こっちは等しいから A と B は独立、関係なく起きます。こういうふうになります。布施君たち2人いいですか。分かった。で、そこでどうするか。まずこの基本的なことをよく理解した上で、じゃあ独立ですか従属ですかって問題が最後に出ます。そしたらそれはもうこういう図を書いても結構なんですが、一番いいのはどうするか。 PAB は PA、 A かつ B で、これが PB と等しければいいわけだから、これバラすと A かつ B は
PA と PB をかけた。要するにここで簡単になるんです。 A の確率と B の確率をかけたら A かつ B の確率になったら独立っていうんですですね。そうでしょ。今 PAB と PB が等しいとしく、そうでしょ。 PAB と PB が等しいとしたら PAB っていうのをバラすとこうなって、この分母を払ったらこうなるんです。そしたら A の確率と B の確率をかけたやつと A かつ B の確率を探すんです。A かつ B って言ったらどうなるか、例えばこれだったら、まあ、よくこの部分ね、全体分のこれと A の確率と B の確率のかけたら等しくなったら、あ、まあまあいいですね、これ等しくなったら独立というふうに言いましょう、というふうになります。わかりました。難しかったと思う。だから今日多分ね、学校は反復試行の次がこれになるから全然違うと話がね。だからともかく今日それを解いてください。解いて自分で体を身につけて、あと学校の問題解いてみると思います。いいですか。疑問点ありますか。わかりました。あ、疑問点ある。じゃあ今日解いてください。